週末何する？馬でしょ有馬記念スペシャル。いよいよ日曜日に迫った有馬記念。今まで数々のレースを読み解き的中させてきた林先生、そのご利益にあやかりたいと神頼みならぬ林先生頼みで集まったのは競馬好きのこちらの6人。さあ今日はですね、有馬記念の注目馬ゲストの皆さんどんどんと上げていただいて、はい、これをね先生にぶつけてください、はい、はいはいはい。ただ噂に聞くと今回の有馬記念はかなりもう混戦模様というか、はい、混戦ですかね。おらららもう見えてる。いや見えているわけではないですけれども、はい、まあ、少なくともビジネス競馬芸人の岡田さんよりはやめなさい金が欲しいんやもん。今年の有馬記念こちらが主な出走予定馬です、うん、はい。平成最後となる今年の有馬記念、本命馬だけでなく何か気になっている、そんな馬についても林先生に聞いてみましょう。師匠いかがですか今回こういった、いやこの中でドラマをね探すのが楽しいですね、うん、自らドラマを探す、それが一番盛り上がるかっていうドラマを探す、うわ、自分自身がドラマの脚本家になると。そうですね。かまいたちいかがでしょう、はい、注目馬お願いします。こちらです。奇跡でしょどう考えてもね。なんか急に変なテンション絶対今テンション間違えた。去年の G1 菊花賞馬奇跡、この秋逃げ先行に戦法を変えていずれのレースでも3着以内という注目馬です。この秋からなんか本格化したなという印象の馬なんで、であの先鋒も去年北三ブラック先行で押し切りましたけど、やっぱ前にいる馬勝つ確率も結構高くて、奇跡があのジャパンカップの時のような楽々前につけた場合はそのまま押し切れるんじゃないかなという。かまいたち山内が気になっている奇跡、林先生の目にどう見えているのか。あの一時スランプだったんですけれど、はい、この秋完全に復活しましたよね、はい、で非常に力はあると思うんですが、この秋復活を遂げた奇跡だが、気がかりなところを林先生が指摘する。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それが一番盛り上がるか、奇跡でしょどう考えてもね。かまいたち山内が気になっている馬奇跡、しかし林先生はちょっと気がかりなことがあるという。で非常に力はあると思うんですが、3戦目いっぱい走ってしまった反動はどうなんだろうかっていうと、僕はね、それはありますね。この秋3回走って3着以内3回と好成績だが、逆にこの秋の疲れが出る頃ではないかと林先生は推測した。私は注目はやっぱりお重長さんですよね。障害界のもう絶対王者、はい、もう平成最後の競馬史に残るような大挑戦だと私は思ってるんですよ。皆さんは競馬の世界に平地と障害2つのレースがあるのはご存知だろうか。有馬記念をはじめビッグレースのほとんどは平地のコースで行われていますが、コース上にある障害を飛び越え競馬を行う障害レースも行われています。この2つのレース、競走馬に求められる能力は全く違うもの。そんな異なる2つのレースを股にかけるまさに二刀流の競走馬のお話。2013年にデビューしたお重長さん、平地のレースに2回出走したものの大敗、続く3戦目に出走したのは障害レース、心機一転で臨んだレースでしたがここでも勝てませんでした。そうだった。勝つことが宿命づけられた競走馬として絶望的な成績、しかしそれでもお重長さんは走り続けました。すると眠っていた天性のジャンパーとしての素質が少しずつ開花していきました。そしてデビューから6戦目にして障害レース初勝利、7番のお重長さん先頭でゴールイン。その後も勝利を重ね迎えた国内の障害レース最高峰 JG1 中山グランドジャンプ、期待に応えて見事に勝利、初めての JG1 タイトルを獲得しました。重賞発生派がなんとこの G1、 この後破竹の勢いで勝ち続けるお重長さん、 JG1 初制覇の日から一度も負けていません。 JG1 を5勝障害重賞9連勝、日本競馬史に残る前人未到の記録を打ち立てました。そんな彼が次に目指したのがデビュー戦で大敗した平地のレースでの勝利、しかも最大の目標は G1 有馬記念、
お重長さんは常識を覆す二刀流の競走馬として日本競馬最高峰の平地レース有馬記念に挑戦しようとしています。多くの競馬ファンはこの挑戦を無謀ではないかと考えていました。しかし有馬記念へ向けおよそ4年8ヶ月ぶりに平地のレースに出走すると、勝ったのはお重長さんだ。そして次のレースでもプラスプラチナムお重長さん、文字通り平坦な道ではなかったお重長さんの競馬道。果たして有馬記念という高い壁も飛び越えていけるのか。すごいねこの馬、ね、もうだから応援したくなっちゃいますよねこの見ちゃうと。お笑いに例えるんですけど、かまいたちはコントで日本一、はい、なって今回は漫才の中でこう競ったみたいな、ある意味そういう状態に今来てるわけですね。お重長さんはいやいやいや、その差は小さいですよその差よりは大きいんですよこっちのお重長さんの方が、ね、ここで上位に来たらね、うん、わっと盛り上がるとは思うんですけれども、二刀流お重長さんの挑戦を林先生はどう分析するのか。1000万下から G1 ってここ相当差がありますからね。まあ、その支えもね、うん、飛び越えていけるだけの、うん、まあ、跳躍力があるかもしれないですけど、ね、お重長さんの挑戦は果たして。他にも注目の出走馬ばかり、有馬記念は日曜日です。週末何する？馬でしょ。笑わなくて面白かった。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。復活ジャパンカップをパスしたローテーション、今日はここまで。